アビシニアンは猫の品種の一つ。原産国は不明だが、エジプトが有力。1868年のイギリス・アビシニア戦争後、従軍したイギリス兵がエジプトのアレクサンドリアの港にいた、ズーラという名のメス猫をイギリスに持ち帰ったのが起源とされる。その後、イギリスで在来の島猫と掛け合わされ、ヨーロッパに広まったとみられる。 世界中のほとんどのアビシニアンはこのズーラの子孫と考えられるが、リビアから同種の猫がアメリカに持ち込まれた可能性もある。日本のキジ猫を外すると書かれた書籍などもあるが、裏付けに乏しく信憑性は低いと言える。ソマリとは禁煙であるとされる。認められている毛色はルディレット、ソレルブルーフォーンなど、毛の模様はティックドタビーと呼ばれ、 アビシニアンの大きな特徴となっている。ティックド旅は古代エジプトで描かれた絵の猫の毛色によく似ており、この毛色を生み出す。突然変異はかなり古い時期に発生したと考えられている。現在のアビシニアンも家猫の原種であるリビア山猫との共通点が多い。瞳はゴールド、グリーン。寿命は12から15年。葉肉炎にかかりやすい。では エチオピア原産と明記してある。アビシニアンの原産国はエチオピアとされることが多いが、これは1874年に出版された本に、イギリス兵がアビシニア高原から連れ帰った珍しい猫と紹介されたことに由来するとみられる。しかし、上述の通り、イギリス兵が持ち帰った猫はアレクサンドリアにいたのであるから、エチオピア起源というのは、 上記の本の著者の誤解に基づくと見られる。また、ティックドタビーの猫は、実際には、東南アジア原産で、イギリスの猫と掛け合わされて、アビシニアンが誕生したとする説もあり、この場合は、イギリス原産とされる。動作は俊敏だが性格はおとなしく、大きな声で泣くようなことは、あまりない。一方、飼い主の声にはよく反応し、遊んでもらうことに喜んで、 答えるような活発で友好的な性格をしている。ウィキメディアコモンズには、アビシニアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。